すみません、この近くに武器屋ってありますか？私ですか？ああ、知らないなら大丈夫です。他の人に聞いてみます。ああ、もう武器屋なら知ってるのに、なんでちゃんと言えないのよ。どうしてうまく人と話せないんだろう。特に男の人とは全然。普通に話せる男なんてあいつくらい。あれ？待って、よく考えたらあいつともあんまりちゃんと話せてないかも。まともにお礼言ったことないし。ああ、私ってほんとダメダメだ。あ、なに、顔に何かが。なんだ、チラシか。風で飛ばされてきたのかな。依頼のチラシみたいだけど、何何？真実の実を取ってきてほしい？え？食べると一時的に嘘がつけなくなる？そんなものがあるの？あ、報酬もすごい金額。うん、報酬よりもこの真実の実よ。これがあれば素直にお礼が言えるかも。採取できる場所は書いてあるし、すぐに取りに。ああ、でも一人で行くのは不安かも。だけど頼れる人もいないし。あ、そうだ。手伝わせて悪いわね。すっごく報酬のいい依頼があったのよ。果物を探すだけでいいの。ね、簡単でしょ。お礼を言う相手本人に手伝ってもらうのはなんか違う気がするけど、他に頼れる人もいないし仕方ないよね。見つかった？こっちも全然見当たらないわ。おかしいな。確かにこの辺りって書いてあったのに。ちょっと待って、もう一回チラシを確認するから。うん、地図に間違いはないわ。やっぱりこの近くに。何？このチラシがどうかした？最近出回ってるいたずらのチラシ？依頼なんて嘘なの？じゃあ真実の実も嘘ってこと？そんな、まあね。報酬よりもそっちが目当てだったの。私の悩みにぴったりな果物だと思ったのに。え？手に入れて何をするのかって？それはもちろん自分で食べてあてにお礼。って何言わせるのよ。何に使おうが私の勝手でしょ。変なこと聞かないでよ。私もう帰る。まったく、もう乙女心がわからないというか鈍いというか。暗くて道がわからない。なんでじっとしてるのよ。この森暗いんだから一人じゃ怖いでしょ。ほら早く帰るわよ。
さかあんな強い魔物が出るなんて。そうね、びっくりはしたけど意外と楽しかったかも。でも全力で走ったら喉渇いちゃった。お腹も減ったし、どこかでご飯にしない？じゃあこの先にお店があるからそこにしましょう。んー、あれ、よく考えたら二人で食事ってなんかデートみたい。いやいや、待って待って、デートとか食事以前に今日の私自然に話せてる？この前までどうしても照れちゃったけど、かなり気楽に話せるようになってるかも。そういえば最近はあかりのことも羨ましいって思わなくなってきたな。え、何のことって？やだ、声に出ちゃってた。うん、別に大したことじゃないけど、妹のあかりは友達がたくさんいるからずっと羨ましいって思ってて、でもあんたと話してたら楽しいし、他の人とはまだうまく話せないけど、まああんたと楽しくおしゃべりできてるしいいかなって。もう別にイリアさんに頼んで人見知りを直してもらわなくても。あ、お兄ちゃん、やっと見つけた。もう探したんですよ。あかり、お姉ちゃんと一緒だったんですね。じゃあ次はあかりと二人っきりでいいことしませんか？なんて冗談ですよ。お兄ちゃん赤くなっちゃってかわいい。な、何よ、二人だけで仲良くしちゃって。ちょっとこいつは私とご飯に行くところなの。そうだったんだ。あれ、でもお姉ちゃんってお兄ちゃんのこと苦手じゃなかった？家でもいつもお兄ちゃんの文句ばっかり言ってるよね。一緒にご飯に行っても楽しくないような。そんなことない。私はそのこいつのこと、だから私は、なんで黙っちゃうの？さっきまで普通に話せてたのに。お姉ちゃんどうしたの？なんで泣いてるの？なんでもないわよ。私そんな子供じゃないのに。私やっぱり人見知りを直したい。これからはもっともっとギルド活動を頑張るから、願いを叶えて、そしてこいつに素直な気持ちを伝えてみせるんだから。あ
じゃない？姉としては問題がないかいろいろと聞いておいた方がと思ってさ。問題なんかない？何言ってるの？お兄ちゃんとか呼ばせてるくせに。正直引いてるんだけど、これだから男って。呼ばせたんじゃない？あかりが勝手に呼んでるの？そうなんだ。私てっきりあんたの趣味かと思ってたわ。だから私もお兄ちゃんって呼んだ方がいいのかって。なんでもないなんでもない。それじゃあお兄ちゃんなんて呼ばれて嫌だったんだ。あかりにやめるように伝えておこうか。え、あかりのことは妹みたいに思ってるから嫌じゃない？ほーん、そっか。あかりは妹ね。なんか変な気持ち。あかりは妹みたいって言われて悔しいような、ほっとしたような。要件はそれだけかって？違うの、本当に話したいのはね、新しいゲームのことなんだけど。また言えなかった。よし、今度はそれで勝負するわよ。それとこの間。え、もう遅いから帰った方がいい？いけない、こんな時間になっちゃった。じゃあねって。ちょっと私まだ話したいことが。話したいことが言えないよ。やっぱり今日もダメだった。今日も今までも、きっとこれからも。これからも？そんなの嫌！待って！私、あんたに聞いてほしいことがあって、言わなくちゃいけないことがあって。あの、あんたにはいつもお世話になっていて、私初めて会った時すぐに逃げ出しちゃって、ものすごく変なやつだったのに追いかけてきてくれて、とても驚いたけどそれと同じくらい嬉しくて、その後も危ないところを助けてくれて、一緒にゲームしてくれて、このままあんたと二人でいろんなことをしていけば、もしかしたら私の人見知りも治るかもしれないって思ってるんだ。今はまだあんたとくらいしかまともに話せないけど、でも私それでもいいかもなんて思うし、こんな気持ちになるなんて考えたこともなかったし、自分でもびっくりだけど、全然嫌な気分じゃないし。でもその割に私失礼なことばかり言ってるし、謝りたいというか感謝しているというか。だから私あんたのこと、あれ私ありがとうって言いたかったんじゃ。私何を言おうとしているの？やっぱり私帰る。じゃあね。それはその。ほら、このお店かわいいぬいぐるみ売ってるなって。あ、眩しい。何なの、この光って。
ないでよ、びっくりするじゃない。え、何してたかって？違うのよ、ぬいぐるみが欲しいとかそんなんじゃ。ただほら、こういうの持ってた方が女の子っぽいかなって。何よその目は。私が女の子っぽくしたら悪い？いいわよ、あんたも私のこと可愛くないって思ってるんでしょ。どうせ私の部屋はゲームの攻略本ばっかりよ、文句ある？だから何なのよ、あんたの部屋と比較されたって慰めにはならないでしょ。欲しいなら買えばいいって？だから欲しいなんて一言も。それにこのクマタンすごく高いのよ、さすがに手が出ないわ。は？ちょっと待ってって。ってえ、なに？どこ行くのよ。ああ、もう行っちゃった。何なのよ、待ってろって、強引なんだから。でもあいつの強引さにいつも助けられてるし、たまにはちゃんとお礼言った方が。やっぱり照れくさいかな、はっきり言うのは。ちょっとだったら。えって、うわっ、もう戻ってきたの？ずいぶん早かったわね。で、何してたわけ？私にくれるの？これどうしたのよ、ゲームセンターで取ってきた？すごいじゃない。さっきから言ってるけど、私は別にぬいぐるみが欲しいわけじゃ。でもせっかくだからもらってあげる。その、アリサンマが9匹！わからない？サンマが9、3、9、サンキューよ！何よ？つまらないって言いたいわけ？せっかく人が感謝してあげてるのに。もう、あんたなんて知らない！でも、一応このぬいぐるみは大事にするから。あー、面白かった。ヨリちゃんギャグのセンスないのね。前にも言ったけど、これって以前のあんたとヨリちゃんの記憶をもとに作った夢なのよ。次の夢を楽しみにしててね。それじゃまたね。で何してるんだろう。そうね、ぬいぐるみが。って、あんたも同じ夢見てたの？え、ぬいぐるみ買ってあげるって？だから言ってるでしょ、ぬいぐるみなんて欲しくないわよ。でもその、くれるって言うならもらってあげる。ほら、早く買いに行くわよ。